Hello. Welcome to KJ Japanese Radio. I am K and I am J. Minna-san. Konnichiwa. Okay. This is a short talking program in Japanese. Our purpose is to provide a channel for learning Japanese through listening. In a casual way, just like listening to the radio. We will talk about topics like Japanese culture and our daily life here. As you go along, some English words are used to support the Japanese meaning and they are highlighted for easy pickup. They are listed on the last few pages for your easy reference. So, please lay back and enjoy. We hope you will like it. それでは始めましょう K さんはい第一回目のテーマは何ですか年末ですねうん、年末 end of the year もうすぐ新年ですよね一 <laughs> 年経つのは早いですね、はい、そうですね年末何をしますか うん仕事をしてる人は、はい、お客様への挨挨拶拶です、うん、customer greeting ですす、ね、すそううおお客さんののところにに行っって一、はい、年お世話になった感謝の挨拶をしますあいどんな感じですか。か What is it is like? うんやってみましょうか ?OK やってみましょう。Let's do an example h e r e j さん、今年も一年大変お世話になりました。こちらこそありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。良いお年をこんな感じです。うん それと、その時にスモールギフトを持っていきます。うん、スモールギフトはどんなものですか？うん、来年のカレンダーとか、はい、これには会社の名前が入っています、うん。そうですか。あ、カレンダーといえば、以前着物姿のカレンダーをいただきました。綺麗ですね。 着物ですかいいですねそれと風景のカレンダーも多いです桜、富士山、雪、京都とかあ、風景しんなりいいですねはい。他にはありますか他にはお菓子、ビール、日本酒も差し上げますビールを好きな方嬉しいですね はい。家では、何をしますか。大掃除と、うん、お正月の準備です。はい。大掃除は、トイレ、うん、お風呂場、キッチン、床。とにかく、家中全部。家族全員で掃除をします。ああ、うん <laughs>、スプリンクリーニングですね。そうですね。<laughs> それから大きなスーパーに行って、はい、お正月の食べ物を買いますお忙しいですね、うん、お買い物はいいんですけど大掃除はあんまり <laughs> 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 さあ皆様1回目のトークはいかがでしたかぜひいっぱいお聞きくださいそれで レフェンスリストと一緒にご参照ください。みなさん、良いお年を。イエ s 良、yes. いお年を。ありがとうございました。